いゲストをご紹介しましょう、はい、女優さんです。お北川景子さんです。はいはいはい、お願いします。実際プライベートではお友達はどうなんですか？友達はいますよ、3人くらい。それはあの親友なんですか？そうですね、なんか浅く広くっていうのがすごい苦手なんですよ。なので結構決まった友達といつも一緒にいます。あ、もう深い関係の。そうですね、そう、私もでもそっち系です。本当？いや、知り合いみたいな関係な子はいっぱいいますよ、うん、俺正直に女の子の友達っていう言葉はあんまり信用してない。結構早くない？一緒に一回ご飯食べただけで、うん、あの子友達とか結構そう言われますけど、うん、友情ありますよね。やると思いますよ。一回ご飯食べたら友達？いや、そんなことないです。もう違います、ね、違います、それは違います。何回食べたら友達？えでもご飯に、あ、でも友達じゃないとご飯行かないか。いや、例えばじゃあメール交換して、はい、あ、じゃあ今度日曜日ご飯食べ行きましょう。え、でもそれがもう社交辞令じゃないですか。いや、食べ行きましょうって食べるでしょ、はい、食べて、あ、そうなんだ、へえ、うん、って言ったらもう友達、知り合い。いや、まだ知り合いですよね。私は週5ぐらいの勢いで連絡を取る友達は親友です、うん、おーおーおー、わかります。週5、あ、それ相当取るよね。もう、ま、ほとんど毎日メールのやり取りがあって、今日は何してんの、で向こうから帰ってきてっていうのが今の現状で4人います。そんないんの？はい、います。親友？もうすごいです、その枠はすごいです、うん、多いな。でも3人です。うん、そうだね、3人ぐらいです。はるきさんは00。いや、今のには全く当てはまんない。男の人ですからね。一番連絡取ってるので、月に1回ぐらい、本当、月に1回だ、多分。月1ですか？上島竜兵だよ。月に1回。でも一番の近い存在ですか、やっぱり。親友？あの人。俺の。北川さんは、はい、まあ、ブログを拝見したところですね、あの、現役の学生さんということで。あら、はい、お仕事しながら。あ、はい、モテそうですよね。そうそう、男の子の前でも変わんないんですよ、うん、だから友達になっちゃうんですよ。いや、いいじゃないですか。うーん、私すごい好きなタイプ。あ、本当ですか？あ、そう。はい、俺も好きだよ。俺のが好きだろ、多分。いや、私の方が好きです、多分。そんなないです、すっごい。どっちか選んでください。何を基準に言ってるんですか、それは。いや、矢口さん、ありがとうございます。いいやつなんだけどな、俺、本当は。でもね、北川さんすごいんですよ。なんとハリウッドデビューしてるんです。これが素晴らしい、ワイルドスピード3東京ドリフト。これ実際にハリウッドに行かれたんですか？はい、2ヶ月くらい行ったんですけど。おー、いいなハリウッド。かっこいい。え、ハリウッドはどんな雰囲気なんですか？いや、でも初めて外国に行くのが、それが初めてのことだったんですけど、なんか普通に男性が女性に普通にハグしたりするじゃないですか、挨拶で。するする。それがもう最初はすごい抵抗ありましたね、やっぱり。あ、えって感じで。で、なんか、なるほどね、なんかキスみたいなのもするでしょ、なんかこう、あ、みたいな、あの、ほっぺの、そういう感じの顔じゃないですけど。いやいや、かわいいでしょ。やるでしょ。いやいや、すみません、もっとかっこいいですよ ね、 もうちょっとね。あれは、はい、あれは俺もまだやれたことないわけね。あれ、やる時ってどうしたよ、あれ、あれ、あれやりましたか、向こうで。そうですよ、はい。あれが唇つけるんです、つけない？つけますね、ほっぺに。はい、ほっぺ。そう、ほっぺが普通にされて、えって思うじゃないですか。でもだんだん2ヶ月経つとそれが普通になってくるから、怖いな。いや、俺ね、あれをね、はい、今後やられるかもしれないから、その時にドキッとしたくないわけ。なんかたまにさ、そういうのさ、あの、朝のなんか番組とかで見てたらさ、昨日誰々がハリウッドから来て花束を女優が持ってってみたいな時にさ、うん、そういうシーンあるじゃない、よく、うん、時にさ、女優がさ、ヒンみたいな顔するじゃない。かっこいいじゃん、あれ。っていうか、すごいそういうところばっかりイメージトレーニングしてるんですね。音あれ。もうちょっとマニアックすぎますよ、聞くことが。いや、絶対テレビ見てる人ほんと気になってる。違う違う違う、もっといろいろ聞きたいじゃないですか。音立てんのかどうか、こので、本当にチャンネル変えないでくださいね。なんでこれすごい素朴な疑問じゃないの？いや、ほっぺをこう当てる時の、どっちだっていいじゃないですか、人それぞれですよ。じゃあどうすんの？いや、人それぞれじゃないですよね。ね、それぞれですよ。え、音立てる人は立てない派？
私そこまでだって気をつけて聞かないじゃないですか、ね、そうですよ、音はどうのとかも当てる時なんで今ちょっとやろうとするんですか。いや、イメージトレーニングって、ね、じゃあもしさ、本当にさ、はい、そのブラビとかが来てさ、うん、なってさ、うん、普通に向こうもさ挨拶してやってくるさ、はいはい、どうすんのよ。もうウェルカムですけどね。ウェルカムは俺だってウェルカムだよ、はい、音は気にしないでしょ。ブラピが、はい、Hey! No sound? とか言って怒るかもしれない。Why? Why no sound? 本当にマニアックすぎます今日。マニアックなマニアックですよ。もっといろいろ聞きたいことあるじゃないですか、はい、ハリウッド行って、ハリウッドトレーラーがやっぱりあるんですか。はい、ありました。一人一台、はい、ありましたね。これバカでっかいトレーラーね、うん、与えられる。英語とかってどうしてたんですか。はできないじゃないですか、やっぱりそんな。でも行ってやっぱ怒られるんですよ、喋れないことで。だからもう随分泣きながら勉強しましたね。あ、それ勉強して喋れるようになったんですか。いやでももう忘れてるかもしれないですけど、でも日常会話ぐらいだったら当時はできてました。あらすごい。向こうっていうのはここなんでしょう、はい、ものすごいスタッフがいるんでしょ、人数。すごかったですね。もう顔と名前が一致しないんですよ、まず。ただしさ似てるじゃないですか、みんな顔が。まあ、まあそれはド偏見ですけどね。まあ向こうからしても、ね、向こうから見ると同じらしいけど。顔に見えるかもしれない。そう。まあまあ似てるは似てますね。そうで大変でしたね。でなんかね聞いたのが、もうお茶を汲む係とか、うんうんうん、あそうそうそう。全部分かれてる。お菓子を持ってくる人とか掃除する人とかすごい何でも分かれてましたね。それも全部契約してあるから、だから自分で勝手にこうお茶とかやろうとすると、うん、私の仕事を取らないでぐらいの。あ、なるほど。取らしい。へー、結構詳しいですね、ハリウッド。詳しいハリウッド好きだから。ほーですか。だから気になってんじゃん、音が。音ハリウッド。ちょっと一ついいですか、はい、あさっきから気になってたんですけど、はい、北川さん笑い方特徴ありますよね。なんかすごいこう裏側を見えちゃったみたいな。そうギリギリまでやっぱ笑っちゃいけないと思って。あ、なるほど。我慢するんですけど、さっきからすごい気になってたところちょっと一つ言いよ。いいでしょ、好きに笑わして。それ音でしょ、音が気になった。音でしょ。でしょ。すいません、なんかぼがしちゃって。いやいや、いいですよ、その可愛い顔からその時の笑い方が今出てきました。はい、じゃあということでですね、はい、まあ、今回はディアフレンズに戻りまして、うん、はい、ご出演の北川さんにですね、友達関係のお悩み相談に答えていただきたいと思います。はい、まずはですねこちら、友達がなかなか帰ってくれない時、うん、どうやったら相手を傷つけずスマートに返すことができるでしょうか。はいはい、いい方法があったら教えてください。世田谷区いつも家にやつがいるからです。さあこれなかなか難しい問題ですけども、どうですか北川さんは。でもいますよね、こうもう12時回ったんだけど帰る気配がない、うん、ないなってのはね、ありますね。その時はちょっと、でも言いづらいですよね、うん、明日早い、ちょっと仕事のせいにするとか、うん、ちょっと明日早いんだよね、じゃあちょっと止まってくわって言われてもダメなわけですよね。どうしよう。スマートに返す方法です。スマートに、あ、お母さん心配するんじゃない。あ、結構ですか、これ。あ、ちょっと親御さんがね、みたいな。そう、家族も心配しちゃうんじゃないのかなみたいな。じゃあ僕らはその北川さん家に今いる、帰らない2人です。はい、帰らない2人。じゃあ、私なんかゲームやろうかなあ、ゲームやろう。あ、でもさ、もう、ほら。すげえ、これ。聞いてくれないけど。12時の。おぉ、やばい。これ、やばいね。私行ったよ、これ。行ったの、これ。すっごい行った。あ、でも、これ結構もう、長くなっちゃう。これ結構ね、クリアするの難しい。全然朝まで行けるもんね。なあ、朝まで頑張ろうぜ。頑張ろうぜ、朝まで。行こうぜ。もう無理です。朝まで行っちゃいますか。あのね、うざいレベル多分5ぐらいにいる。5ぐらい友達ですね。え、ハリさんどうします、そういう時。俺、じゃあ行って。あ、オレンジね。俺ほんとスマートだからね。あ、じゃあナイス、今からナイス。あ、でもこの本とか、読む。俺さ、ちょっとコンビニ、駅の方行くけど、どうする、そのまま行っちゃう。あ、じゃあ、スマートか。じゃあ、ほら。え、なになに道わかんないでしょ。駅までの道って知らないよね。いやいや、
分かる分かる。あっちじゃあっちの線路は。え、でも一緒に来たから。うんうん、大丈夫、一緒に帰れるから。道分かるでしょ、でも。分かる分かる。いや、今俺コンビニ行くんだわ。うん、だからあの駅の方とかさ、もしほらついでにあれだったら送ってっちゃう。え？どうする？いや、うまい。うまい。うまいでしょ？これやばい。やばい。やばいです。やばい。スマートでしょ？やばいですね、それ。これ、あー、なるほど。じゃあ、矢口ちゃんちね。なんで？あ、そう。お皿割っちゃったんだ。そうなんです、もう結構テンション怒られちゃって大変で。なんでお皿割っちゃうんだよ。結構眠くない？この時間眠くない？お皿が結構こんぐらいの大きさだったから、で、この割ってさ、危ねえと思ってさ。え、でも大変だったんですよ。おいおいおい、じゃあ寝ちゃうか。ダメ